リュナ、リュナ、どうも。リュナです。今日は、天王寺動物園に行ってみた後編を皆さんに見ていただきたいと思っております。まあ、前編を見ていただける通り、すごいグダグダで、面白くないかもしれないけど、まあ、最後まで見てくれたらなと思っております。よろしく。じゃあ、後編、どうぞ。さあ、動物を見に参りましょう、皆さん。っていう茶番。さすが私たちは、動物を見に行こう。こちらがアライグマになります。びっくりした。違うよ、レッサーパンだったよ。日本語ではアライグマ。見て、あの顔。ラスカルがちっちゃいお電話くれ、ラスカルじゃないし、ね、え、アライグマっつったじゃん。アライグマは別だし、ね、どっちかよ。かわいい、写真撮ろう。なんか似てる。写真撮ろうとさ、来なくなった。お願いの時期をちゃんと B612 で持ってあげるから。かわいい顔して爪が鋭いだそうです。髪、え、もう髪、え、ご覧、ちょっと、でかきてるのかな。あ、いた、いた、いた、すげえすげえ、すげえすげえ、犬みたい。どんな鳴き声なんだ。そう、シャトルランしてる。この子もシャトルランパパ。ネタにする、犬作る。ドナツっぽい性格です。水分補給忘れない、それが多く。え、ここにもいるんだけど。あ、シャトルランしてる。やばいやばい。はい、では始めます。いいですか、こっちです。練習中です。はい、いいですか、行きますよ。キリンキリンっぽくない？ね、キリンっぽい。キリンかラクダ。ノーコメントです。キリン。見たいもん。見てない。かわいい。わわわわわ。獲物がいっぱいだな。こんにちは。これってさ、なんかわかるかな、足の感じが好き。すごいね。うわって肉食ですよね。やっぱトラスク、猫科の動物がかわいい。香りがね。ねえ、あ、なんかうまそうなもの食ってねえか。松坂牛？牛肉？またそんな松坂牛なんて食べちゃってない。うちなんてね、外国に輸入牛だからね。何の話？何の話ですか？大丈夫？君の名は？絶対にピースはしない。血はねえんだけど。
中国人の友達。無駄ぞ、本当に謎。だけアスレチック感があっていいですよね。あっちの方にもちょっと違うやつがある、ね、もう一回往復してきて通るかも。もういい。もういい。もういいって。もうええねん、そんな。あ、君送金下来よ、おい。送金下来、中国就。なんぞ、でしょ、あんたもそんななの。もうなんでもあり。次は何を見に行く？うん、マネキンチャレンジ。またしても。わかってるのに、あなたに会いたいな。で気持ちがループループする。心が何か離れない。たららららら、たららら。トゥ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 。なくだいたい愛があるだけ。ここに立って、こっち向いて、あ、そう、スリーショット挟まれてる。もうちょっとしゃがんで。映ってない？き、遠くない？いい感じ。放送関係どうぞ。おー。シマウマとか食われた。水汚な。全カリ、無礼です。こっちを見ろ。ねえ、こっちを見て。デレデレデレ。ガーガンダーリーロー。かわいい。テンナワベエンマー。ドーン。むちゃむちゃ。
すごい。すごい。すごい。すごいですか。すごい。かわいい。ブサカは私みたい。はい。これがカイト君のレントゲンになるんですけども、ちょっとこっちの方が腫れてて、ちょっと炎症を起こしてるので、ちょっと手術したい。で、鼻の方高くしたいっていう件なんですけど、ここ分かりますか？指がちょうど入る、うん、これなんか小さい頃にぶつけたところがありますよね。はい、ありますね。ですよね、はい、ここにですね、うん、指でこうつつかれたらとか、はい、こうちょっと見てもらってもいいですか？ちゃんとこういう、あー、やっぱあの時の刺激がちょっとね、強かった、はい、あるみたいで、それでちょっと整形が難しくなる、はい、どうしてもですか？どうしても、ね、はい、なのでちょっと、はい、ここのこれがちょうどおでこなんですけど、ここの腫瘍を取ってからの顎の方、はい、前に出したほうがやっぱいいラインは、もう少し出ても大丈夫だと思う。ハハ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 ハ、足がつった。やっぱ撮ってるよ。え、ああびっくりした、帰ろうかと思った。お魚さん、お魚さん、見て見て、うん、違う、濁ってんね。やば、死んだ魚の目ってこういうことだよね。生きてるし。あ、そっか、これかわいい。大丈夫、こっち派だな。あ、でも これもいいな、かわいい。で、全部同じだけど、刺身食べたくなってくるな。やめなさい、こんな。クリちゃん、あなたフラ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 ミンゴ、あなたフラフラミンゴ、踊れるまた。お母さんの名前なんて言うんですか？幸子とひでき。で、生まれたその子供がカイト。家族写真。家族写真。そしてあちらが実家になります。そう、あそこ実家。やっぱ、ね、あっちが離れって言うんですけど、離れでちょっとあそこの茶色いのが僕の部屋です。風通し良さそうね、今って感じで。ちょっとキッチンがなくて、もうなんかもう適当に食料調達して部屋で食べる。オープンなんですね。そうそうそう、ちょっとやっぱ気の通りをよくしろってばあちゃんがうるさいから。すごい古風でいいお家です。もうめっちゃ親戚とかよく集まるので、そろそろいいもん。もういい。コアラ、コアラがいる。
これで心置きなく食われる。もう一番見たかったよ、コアラ。ありがとう。皆様、楽しんでいただけたでしょうか。たくさん動物が見れて、とても楽しかったよって思った人はグッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。エンディング？分割してるの？